滝坂の道野牛街道は奈良県奈良市を走る街道。奈良町から春日山と高窓山の谷を越え、ニンニク山を経て野牛へ繋がる。野牛より先は笠木や月ヶ瀬、上の方面へ通じた。現在は奈良と春日山の間が王子の姿を止める。東海自然歩道指定。歴史の道百戦選,選定。首切れ地蔵、野牛街道の起源は定かではないが、 鎌倉時代初期には存在したとする説がある。街道の内ならし高畑町から山中へと入り、能登川沿いを登る石畳の坂道を滝坂の道、または滝坂道と呼ぶ。滝坂の道の石畳は、江戸時代の奈良業行が命じて敷かせたとも、それ以前からあったとも伝わる。道のほとりの能登川は、細かな滝を作って流れ落ちる。 沿道にはいくつかの魔害物が残る。奈良川から石切峠までの間に根仏滝坂地蔵と三体地蔵、夕日観音、朝日観音、首切れジグラがある。首切れジグラは、江戸時代の剣豪、荒木又右衛門が試し切りをした伝説がある。街道は首切れ地蔵付近で、野戸川から離れ、石切峠までの間は、 登りが続き、峠までの間にかが山石屈物がある。奈良奥山ドライブウェイ東側に越え、街道より南に下った谷に地獄谷石屈物が存在する。街道は、武家大林、ニンニク山、大柳生坂原を経て、野牛へと至る。野牛街道は、明治時代初期まで、野牛村の人々が村と奈良の町を往復する。 また大阪へ向かう際に通行する主要道であった。人は徒歩で往来し、貨物はダバを利用して運ばれた。1889年に、野ギ村から月ヶ瀬村へ通じる月ヶ瀬街道の、1891年に、笠木村と通じる笠木街道の改修工事が完了し、野ギ街道を経た通行の便が改良された。1897年11月になると、 野牛の北隣に関西鉄道笠木駅が開業した。それまで野牛街道を利用していた人々は笠木を経由し、汽車に乗って奈良へ向かう時代となった。奈良、野牛馬の交通は昭和初期以降、春日山の北側を走る県道にバス路線が整備された。1996年11月、野牛街道は文化庁によって歴史の道百選に選定された。 1998年に近接する春日山源市林が古都奈良の文化財の一部としてユネスコの世界文化遺産に登録された。同年、奈良県は滝坂の道の石畳改修工事を行った。1999年に地元の有志が野牛街道滝坂の道を守る会を結成し、滝坂の道と脇を流れるのと川で毎月1回、 倒木撤去と石畳の修復、古道の清掃を行う活動を続けている。ありがとうございます。